い、皆さんこんにちは。今回、インストラクターを務めます、高橋亮と申します。僕はね、もう恐ろしいことになんと23年間もね、ボイストレーニングの先生をやったりしているんですけども、その中でいろんな生徒さんがなんで悩んでるんだろうみたいなことから、気づいたことを、今回一冊の本としてまとめさせていただくことになりました。皆さんね、まあ、この本の大きな、テーマは、大きな声を出さなくてもトレーニングできることはいっぱいあるよっていうことなんですけれども、例えば息の正しい使い方だとか、裏声だとかミックスボイスを 100% のフルの声で出さないで、その中でどんどん、いい方に向けていくとか、発音のことに気を使うとか、リズムのことに気を使うとか、いろんなことを盛り込んだつもりです。とにかく、皆さん何と言っても一番大切なのは、本を買って私こんなの買っててできないわと思ってるとできないのでできると思ってやってください。皆さんが上手になることを楽しみにしてます。ではまず声を出しやすくする姿勢からやってみましょう。本当に実際に歌うときには、どんな姿勢でも、いい声が出た方がいいんですが、まず声を出すのに、有利な姿勢というのがあるので、それをやってみたいと思います。まず足なんですが、足は肩幅ぐらいに広げましょう。これより広くても狭くても良くないと思います。で、次に足の裏なんですが、足の裏は普段床の上にただあるだけでそんなに意識することはないと思うんですが、足の裏で地面をギューッと押す感覚ですね。もし2階にいたら1階にこう踏み抜くような、そんな感覚で足の裏は下に下に意識してみましょう。そして次にお尻をギュッと締めてみましょう。そうすると自動的に下半身ががっちりして、上半身はリラックスした状態になります。ここがこう斜めに、ここから下が、がっちりして、上はふにゃふにゃで、立っていることには何も加担していないという状態です。まずはこれをやってみましょう。ちょっとね、絵に描いてみますね。ですね、人の横の図だと思ってほしいんですけど、こういう感じであって、こうあったらこの腰のところが、背筋はしっかりするので、こっから下だけがっちりして、上はこの立っているということに何も、加担していない状態、それを作れるといいと思います。はい、次に頭なんですけれども、頭というのは体の中でも、かなり、重たい、部分なので、普段こう、もう頭がこう前に出ちゃって、あ、おはようみたいな、今日だるいなみたいな人結構多いんですけど、そうなってしまうと、首と肩にすごく負担がかかってしまいます。物っていうのは何かの真上にあるものは落ちないですけど、こう斜めになったら落っこってしまいますので、それをもし頭が落っこったら人は死んでしまいますので、首と肩が一生懸命こう落ちないように頑張ってるわけですね。これをまず、自由にしてあげることが大事なので、頭を背骨の真上に乗せたいんですが、とはいえ背骨の真上に乗せるってどうやっていいのか全然わからないと思うので、まず頭を一回後ろに倒します。そしてその場所で顎だけをグググググッとその場所で引いていきます。そうすると普段頭が、思ったよりいつも前にあるなみたいなのが感じられると思います。これがいい頭の場所です。壁なんかにこうくっついてみてもいいと思います。で、そうなると、肩に力が入る人っていうのが結構いるんですね。なので今度は肩の力を抜きたいので、一回肩を上げます。肩を上げて後ろにストンと落とします。その時にその拍子で頭がバーンって前に出ちゃう人もいるので、もしうまくいかなかったなと思ったら、何回かこの動作を繰り返してみてください。はい、声が出やすくなる姿勢、これができましたら、このようなね、壁に、後ろが自分の背面をねぴったりくっつけてみると、ちゃんとその姿勢ができているかどうかがわかると思います。かかとからですね、後頭部まで、これが、ぴったり、壁にくっついている感じです。ここのですね、腰の後ろはね、どうしてもね、そうやってもくっつかないんですけど、これも、ちょっとくっつける意識でいくといいと思います。というのは、壁から離れた時にこうなんていうんですか、ふんぞり返ったみたいな姿勢になっちゃうと良くないので、そこを防止するためにもここはくっつける意識でいきましょう。で、どうでしょうね、頭っていうのは普段こう意外に自分の体の前の方に
いつも普段あるんだなってことを意識できると思います。実はここが背骨の真上ということですね。で、肩もあんまりこう前に行っちゃうとこの辺の腰積が減ってしまうので、肩もある程度広げてくっつけることを意識してみてください。はい、次はですね、声を出しやすくなる呼吸なんですけれども、まず息の通り道を確認したいと思います。息の通り道を確認って言われても、鼻と口から息が入って肺に入って出入りするっていうのは我々、理科の時間で知ってますよね。ちょっと図に書いてみますね。人のこの横の図なんですけど、こうあったらこう鼻と口から息が入って肺に入って出入りする、こういう感じです。なんですが、ちょっとこれまあここからちょっとイメージの話になるんですけど、まあ息は口から吸ってほしいんですけど、喉の奥を開けながら吸ってほしいの で喉の奥を開けるっていうのは息を吐きながら開けるのは非常に難しいので、吸いながら喉の奥に冷たいのが当たるのを確認しながら吸ってください。こういう風に吸う感じです。で、イメージですけど、吸ったらその吸った息が後頭部から外に出て、外付けのこういうなんか管みたいのを通って、まあそんなことあるわけないんですけど、腰から腰とお腹に入るみたいなイメージで息を吸います。こうで吸って、同じように同じルートでって吐く感じです。この時時間をかけて吸うことがポイントです。で、同じように同じぐらいの時間をかけて息を吐いていきましょう。で、息を吸った時にお腹と腰が、フルになっても、さらに吸うと胸にも息を入れられるんですが、そこまでは吸わないようにしてください。なんとなくイメージとして外側を通ってるんだから肩とか胸は動かないというイメージです。この感じで息をやっていくと必ずあくびが出るはずです。という感じで、あくびが出ますので、あくびが出るまで、皆さんリラックスしてやってみてください。はい、では舌の体操1っていうのをやってみたいんですけど、これはちょっとね、できる人とできない人がいると思います。まずですね、この舌をこう丸めるのってこう皆さんできますかね。このこういう風にね、これができない人だと、できない場合もあるんですけど、これができる人でもできない人がいるんですよ。僕がね、あの高校生の時に歌を習ってた時に、声の出し方がすごく硬くて、先生がじゃあこの体操やってごらんって言って教えてもらったんですけど、まあ先にご紹介すると、舌をこうひっくり返すんですね。こうこういうふうに、こういうふうに左右みたいに、こういうふうにひっくり返ってます、あの両側にね。それをやったんですけど、最初本当に全然できなくて、で先生がじゃあ あのあなたも手でこうやって持ってギュッてやって無理やりやるっていうのをやってごらんよって言われて、1ヶ月ぐらいもう毎日風呂場とかでいてててみたいにやってたら、あのある日できるようになったということもありますので、今できない人もぜひ、トライしてみてください。こういう風に左右っていう感じで全部で20回、みたいな感じでやればいいと思います。ちなみにこの練習、今ちょっとね、あのどういう風に動いてるか分かるように、舌が見えるようにこうやってやってますけどね、あの口閉じてしまえば今やってても分かんないですよね。なんで電車の中とかで、暇な時とかにこうやって練習してしまえば、舌の練習になっていいと思います。ぜひ試してみてください。はい、次は舌の体操の2ですね。さっき1はちょっとできる人とできない人がいたんですけど、今度の体操はできない人はいないと思います。ちょっと、図をまず書いてみますね。これ人の、横顔っていうか、まあ口の中の断面図みたいな感じなんですけど、これで前歯あるじゃないですか。前歯を、1で前歯の裏に舌をつける、これ1です。で、2で天井に舌をつける、で3で下側の前歯の裏に舌をつける。これができない人は多分いないと思うので、これで、20回1 2
1、2、3、3、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3みたいな感じで10回やってみましょう。1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3とこういう感じで20回やってみましょう。こちらも今なんとなく動きはわかるかなと思って少し口を開けてやりましたけど、口を閉じてってやっても全然できますので、こちらもやはり電車の中とかで時間を持て余している人などやってみるといい舌の体操になると思います。ぜひ試してみてください。はい、次は唇の運動ですね。我々意外とね唇を使っていないんですね、この辺の周り。なのでこの辺が硬い人っていうのは結構多いので、唇を、リラックスさせる運動をやりましょう。まずね唇をこうやってね突き出してください。それでこの状態で自分ができる限り遠くをぐるっと回してほしいんですね。まずじゃあこっち側に回してみますけど、こういう感じで1、2、3、4という感じで回してください。これね10回連続でやってほしいんですけど、この辺が硬い人はもう10回終わった時点であいったたたみたいになると思います。だんだんね慣れてくればそういう痛いのもなくなってきますので、10回終わったら同じように反対側も1、2という感じで回してみましょう。鏡の前でやるとか、皆さんスマホの写真のやつをこうカメラを反転させてこうやってやるとか、そういうのでやってみるといいと思います。かなりねブサイクな顔になるので、女性の方は男性の前でやらない方がいいと思います。じゃあ皆さん頑張ってみてください。はい、では、準備体操の一環としてリップロールをやってみましょう。リップロールっていうのはですね、唇を、こう2枚の唇をくっつけてプルッてこう震わせるっていう技なんですけども、これがですね、ちょっとほっぺたが上がってないとやりにくいので、まあそれなくてもできる人はそのままやってくれてもいいんですけど、人差し指と、親指でほっぺたをちょっと上げましょう。そうするとね楽になると思います。音程とかつけなくていいので、ちょっとこれで息で震わして、みたいな感じでやってみるといいと思います。ただ一つだけ注意点があって、唇の方に意識がいってしまうと喉の奥が閉まってしまうので、それだとウォームアップにならないので、あまり前の方に意識を持っていかないで、あくまでも後ろの方は空いてる状態を意識しながらやるといいと思います。で、同じような、ウォームアップの仕方としてタングロールっていうのがあるんですね。やっぱ舌も柔らかくしたいじゃないですか。で、そのやり方はどうやってやるかっていうと、舌をこうやってあるやつを両側をちょっとこう上げて、で、それを、上の、上側の天井ですね、口の中の硬い部分が前半にあって、後ろの方は柔らかい部分で、柔らかい部分はいつも開けたいんですけど、その硬い部分の大体真ん中ぐらいにこうちょっと軽く触れるんですね。その状態で息をで出すと、舌が震えます。こんな感じですね。これも、やってみると、舌のウォームアップに非常に良いと思います。もちろん、喉の奥を開けることは忘れないようにしましょう。で、これはできる人とできない人がいるので、できない人は無理にできるようにならなくてもいいんですが、このリップロールとタングロールをいっぺんにやるっていう技がありまして、僕もねあんまり得意じゃないんですけど、みたいなっていう、まあちょっと違いがどのぐらい伝わってるかわからないですけども、両方が震えてる感じでやると、かなりいっぺんに、口の周りが、リラックスすることができるので、ぜひ試してみてください。はい、次はですね、歯と歯の間から、鋭い息をスッと吐くっていうのをやりたいと思います。この歯前歯をね上と下をこうくっつけて、そこの間を、このお腹からで、息を鋭く吐くっていうやり方ですね。これはなぜやるかというと、この後の、スクワットだとか、あと腕を振る運動だとか、ストレッチだとか、全部同じ感じでスーって長く出したり、スーって出したりするための運動です。ここからあれして、このお腹でスーッと
息を鋭く吐く感じです。姿勢もちゃんと前にやったようにいい姿勢でやることを忘れないようにしてください。では次は、腕を前で組んでそれを振りながらその動きに合わせて、スッスッスッと鋭く息を吐くという体操をやってみましょう。こちらは、体幹をしっかりさせて、お腹からスッと強い息を吐くという練習になりますので、やっぱり足は、前の姿勢の時のように肩幅に広げて足の裏は地面を押すことを意識しながらやってみてください。で、例えば左なら浅く左、戻す、深く左というこの3つの動作に合わせてスッスッスッと息を出していけばいいと思います。で、腕を前で組んだ時に肩は絶対に上げないようにしましょう。やってみますね。スッスッスッという感じです。で、この時に注意点がありまして、腰は野球みたいにこういうふうに腰も一緒に動いちゃわないように残す感じでいけばいいと思います。そして目線はあくまでも腕を見る感じで頭は一緒に動かす。スッ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 という感じで左20終わりましたら右も同じようにスッ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 という感じで20回やってみてください。では次は、キョンシースクワットをしながら、スッスッスッと鋭く息を吐くというのをやってみましょう。キョンシーをどれぐらい、今の若い人がご存知かわからないですけれども、姿勢はですね、そのキョンシーのように手を真ん前に出します。そして、体をまっすぐにしてこの状態でスクワットをするのですが、かかとはちょっとだけ上げましょう。かかとを上げているので膝に負担がかかりますので、あまり高くは飛ばなくて大丈夫です。体を鍛えるわけではないので。で、歯と歯の間からスッスッスッと同じタイミングで息を吐きます。ではやってみます。スッ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 とこういう感じですね。で、下に下がった時に、こういう風に背中がこう腰が曲がっちゃう人がいるんですけど、そうなると、効果が薄れてしまいますので、あくまでも体はまっすぐやるようにした方がいいと思います。これは大変ですけれども、30回、やってみましょう。自分の体調などと相談しながら回数は前後してもいいと思います。今やりました、キョンシースクワットですね、これが終わったヘトヘトの状態でやるのがいいと思うんですけど、次はストレッチっていうのをやってみたいと思います。ストレッチは手を前で組んで、これをひっくり返してこの耳の横に持っていきます。このまま倒れるんですけど、倒れる時に片足を前に出して倒れるんですけど、こういう風にまっすぐで頭があって片方の足だけが前に出るっていうのはダメです。そうじゃなくて軸足があってその上に斜めな体がこういう風にいる感じ、これで倒れてください。で、この状態で例えば右足をこう前に出すというよりは、左足を軸足にしてその上にまっすぐな体が斜めに倒れる感じですね。で、この状態でかかとをほんのちょっとだけ上げます。そうするとヨロヨロするんですが、真正面のどこか一点を向いていれば必ずなんとかなりますので、この状態でスーッと息を吐き切ってください。左右で3回やったら今度は足を変えてというのを連続して3回、最後までよろけないようにやってみるといいと思います。はい、よく響く声とそうでない声の違いというお話をしたいと思います。声を出すというのは、この喉の奥にある声帯っていうね、2つの、膜ですね。これが普段息をしているときは、開いてるんですけど、声を出すときだけそれがちょっとこうくっついて、それが震えてあーとか声が出るんですね。で、要するにここの中に入ってるようなちっちゃな2枚の膜なので、もともとの声なんていうのはそんなに太くもなければ豊かでもないんですけど、だからそのままただ声出しちゃう人ってあーあーみたいなあーみたいな声になってきて、でこう自分もよく響かないからあーあーあ、なんか声響かないからもっと力んじゃえみたいな、あーあーみたいなと力むとどん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 響かなくなって、変な癖がつくという悪い循環に、陥ってしまいます。
ところが、豊かな声が出てる人とか太い声が出てる人っていうのは、あーあーって出してたやつをあーあーってどっかにね響かせてるんですね。それはどういう感じかというと、ちょっとギターを使って説明してみようかと思います。このエレキギターですね、エレキギター今これ、アンプにつながっていません。なので声帯かさもあーあーあーって声が出ちゃってる人はこういう状態だと思ってください。どこにも響いてないんです。アンプとかもつながってないですね。ところがその同じ声があーあーあーって響く人はいろんな体の中の空洞のところをいっぱい開けて声を響かせているので、アコースティックギターみたいに同じようにカシャンって鳴ってるはずのものが空洞にいっぱい、響いてから共鳴してから出るので、同じことをやってもこれ今同じ人が同じピックで同じ強さで弾いてるんですけど全然違いますよね、エレキとアコギでね。そういうことが行われてると思ってください。そしたら結構分かりやすいと思います。だからこの本では割と喉の奥を何回も開けましょうとか共鳴させようみたいなことがしつこく出てきますけど、そうやったら結局本人が楽なので、ぜひそれをやってほしいと思います。それとですね、声の音程の変え方なんですけど、音程っていろんな楽器によっていろんな、変え方してると思うんですね。例えばピアノだったら、まあ電子ピアノは四角ですけど、普通のグランドピアノだったら低いところは弦が長くて高いところは弦が短くて弦の長さが違ったり、例えばアコースティギターでもエレキでも同じですけど、こういう風に低い音をバーンって鳴らして高くしたかったら、こうやってこういう風にこう楽器の長さを短くして高い音を出すじゃないですか。ところが声は本当はそういう感じじゃなくて、まあギターの弦をこうやって巻いていってもいいんですけど、こうゴム紐みたいな、この声帯の両側の支える筋肉と引っ張る筋肉があって、あーってこういう風にこう引っ張っていって張力が強くなって音程が高くなるっていうシステムになってます。なんですけど時々なんか高い声をすごい無理やり出してグー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 みたいな出し方する人っていうのは、もうこのそうでなくてもこのちっちゃい声帯の一部をこうやって固くして出なくして、それでここで音程だけ出してるんで、ギターのフレットを押さえてるみたいに、そうすると、太い、豊かな声なんか出るわけないので、それは絶対にやめてください。あと最後になりますが、よく、声がかすれたりひっくり返ったりするのを、極度に恐れる人がいるんですけど、かすれたりひっくり返ったりしても全然不安になる必要はないです。なぜかというと、声がかすれたりひっくり返ってるしている状態というのは、この支える筋肉が、まだ十分に鍛えられていないとか、なんか体調が悪くて寝不足で、調子が悪いとか二日酔いだとか、いろんな状況でこっちが支えきれない時なんですね。なんでこうやって引っ張っていくと、あーってひっくり返っちゃったり、あーってかすれちゃったりしてるのは、こっちの支える方の筋肉が根性がないだけなので、声の出し方が間違ってるわけじゃないんです。なのでひっくり返ったりかすれたりすることは大いにやって、だんだんこの引っ張ることが上手になって、響かすことも上手になって、太くて豊かな声を出せるようにしていってください。そうやっていくと結局楽なのは自分なので、そこを目指していってほしいと思います。はい、では小声での基本発声法について少しお話したいと思います。この本のテーマにもなっている小声でのトレーニングですけれども、やっぱり発声練習というと大きな声でやらないとダメなんじゃないかという固定観念が大きい人が多いと思うんですけれども、小声だと力まないですし、変なところに力も入らないですし、いいこともたくさんあります。大きい声でいきなりドカーンと声を出してしまうと力んでしまったり、変なところに力が入ったり、あとはひどい人になると変な癖がついてしまって後々困るということがあるので、まずは多くを望みすぎずに小声でリラックスして、息にふわっと声を乗せるみたいな感じで、声を出していけばいいと思います。そしてですね、最初から昔の生徒さんなんかにもよく言ったんですけど、最初からちょっと多くを望みすぎちゃってこう小声でやりながらピッチが取れないとかリズムが悪いとか、なんか怖い色がなんじゃとかいう人がいるんですけども、最初からそんなねできるわけないです。初めてやることなので、あまり最初から多くを望まずに、まずは、いい声、豊かな声を、小さい声でも出すということをまず目標にしてください。特に、良くないのが、声がひっくり返ったりかすれたり
そういうことを、過度に恐れるがあまり力んでしまうという人がいますので、それだと、小さい声でも結局、変な癖がついてしまいますので、そこは気をつけるようにしましょう。で、最後になんですけど、ちょっとあの息をね、声を出すっていうよりは声が勝手に出るっていう感覚でリラックスして出せればいいと思うんですけども、それがですね、あくびした時に皆さん思わずあーってこうあくびしてはーって声が出ちゃう時あると思うんですけども、あの感じです。あの感じで、あそこでリラックスしていない人っていうのはほぼいないと思いますので、その声を覚えておいて、その感じをイメージしながら出してみるといいと思います。はい、では、自分が出る一番低い声の見つけ方というのをちょっとやってみたいと思います。まずですね、さっき、息をやりましたけれども、その息に弱々しい声でうーっていう声を乗っけてみてほしいんですけれども、これ多分自分にとって結構低いなと思うところ適当にうーってやって、その音を鍵盤楽器で探してほしいんですけども、音程っていうのは12個しかないんですね。その確率12分の1なので、グーっていう風にどっかで必ず見つけられると思います。で、見つかったらそこから順番にグー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 、あ、もうだいぶきついですね。もう出ないですね。この出ないなと思った音の1個手前の音、右側の音が今出る一番低い音になっています。で、ここから練習を始めるんですけども、この自分の出る一番低い音を見つけるっていうのはめんどくさいようでも毎回、発声練習やるときはやった方がいいと思います。だんだん低い声も、音域が広がる場合がありますので、それは、お勧めします。そして低い声から高い声に向かって発声練習をすることに関しては、指導者さんの中には低い声もそれなりに喉に負担がかかるので、適当に出した声からだんだん低くしていって、適当に出したさっきの声からだんだん高くするというやり方をやった方がいいという人もいるんですけれども、ここでは、一番低い音からだんだん、高い音に移行していくという方法を、使っています。で、鍵盤楽器を使う理由なんですけれども、もちろんギターでも全然いいんですけど、ギターってチューニングもしなくちゃいけないし、こうなんだろう、指をこう押さえた時の力とかで、ピッチがちょっといい加減になってしまいやすい楽器なので、鍵盤楽器の方が向いていると思います。そして鍵盤楽器弾けないという方もいらっしゃるでしょうし、鍵盤楽器を持ってないという方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方はスマートフォンに、今は、こういう鍵盤のソフトが、無料でダウンロードできるはずですので、同じようにグーッと声を出して、そこで音程を見つけて自分の出る一番低い音を見つけていってください。で、さっきから、なぜグなんだと思ってる人いると思いますけれども、これもいろんな、説があるんですけれども、これはもうあくまでもウォームアップなので、最初からあーでやると喉に負担がかかってしまうということで、口の前の方はあまり開けないグーとかネイとかノーでやりましょうという方法になっております。で、再三言ってますが、これはウォームアップです。なので、この声で、なんだろう、お客さんを感動させてやろうとか、金取ってやろうとか思わなくていいので、さっきの、息の上に弱々しい声で、ぐーっとそれこそ小声で乗っけていけばいいと思います。なんでしょうね、例えば野球の選手とか、まあ引退されましたけど、イチロー選手がね、球場行って、いきなり、あ、はいとか言ってセンターからいきなりホームにバーンって投げないじゃないですか。行ったらちょっと柔軟したり、なんかちょっと軽いキャッチボールしたり、いろいろやって初めて試合でね、あれができるわけなので、我々も一緒なので、最初からうわーって声を出すんじゃなくて、こういうところから少しずつ温めていけばいいと思います。はい、ここからいよいよ、声を出して実際に、ボイトレを始めたいと思うんですけれども、まずですね、このやり方は、例えば波長調だったら、C メジャーだったらドミソドドドドソミドというの音程をグー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 って出す感じです。なんか3拍子でグー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 
みたいな感じをイメージしてください。で、この時に息継ぎをなるべく減らすっていうお話をしたいんですけども、なぜ息継ぎを減らすかというと、減らすというかもうこの発声法では最初から最後まで一息でやるんですけれども、なぜそれをやってみてほしいかというと、声を出すことというのは、例えば自転車に乗るのと一緒で、最初と最後が変なことになりやすいんですね。例えば自転車に乗るのでも、発車のタイミングとか止まるときとかヨロヨロしやすいじゃないですか。息をなるべく長く使う練習もしたいので、これを一息でやるようにしてください。これにはもう一つ、理由もありまして、息をつなげることによってグーグーグーを助走にしてグー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 っていう一番上の、力んでしまいやすい声を、ふわーっと出してしまおうという、そういう意図もあります。なんていうんですか、飛び箱を飛ぶときにこう走ってきてバーンって飛ぶみたいな、そんなイメージですね。で、やっぱりこういうことってメンタルも結構大事なので、上の音を出してる緊張するって思うとやっぱり喉が閉まってしまうので、本当はこの音程を出してるんですけど、出しながら自分は本当はグーってずっと下の音を出し続けてるんだって自分を騙しながらグーグーグー、あ、じゃあ今度は鍵盤をずっとあれにしましょうか。グー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 と出すと、いい感じに出せるかと思います。あとですね、まあよくその歌を習ってたりすると先生とかに、ちょっと声あなたしゃくってる、うわって、あの下から行くのダメってよく言われることあると思うんですけど、時にはこうグー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 みたいな、グーみたいにこうしゃくってしまうのも、ありだと思います。それによって、リラックスできるのであれば、それもあまり、必要以上に気にすることはないかと思われます。はい、では最初は、声は弱めで途中強く、そして最後また弱くというのお話をしたいと思います。さっきのですね、発声練習、このグー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 という発声練習ですけれども、これの最初の音グーっていうのをいきなりグーって強く出してしまうと、どうしても途中から柔らかい声にそれをスイッチするっていうのはすごく難しいんですね。なので最初はぐーっとスーッと入るようにしてみてください。例えれば、波がこう防波堤とかにバーンってこう勢いよく当たる、そういう立ち上がりじゃなくて、砂浜をこう息が声がぐーぐーぐーって上がってて、だんだん大きくなってぐー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 みたいにまた弾いていくみたいな、そんなイメージで出したらいいと思います。という感じですね。で、これにはもう一個理由がありまして、高い声っていうのはある程度大きい声で、出した方が、最初のうちは上手に声が出せる場合が多いんですね。時々なんでしょうね、ギターのこうギターって弦がこうあってフレットを押さえて高い音程を出すわけじゃないですか。そんな感じで声帯の一部をこうギュッとこうなんだろう、力んでなきものにしてこう高い音程だけを出す人がいるんですけど、そうならないためにもこの最初の助走を使ってグー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 とこの柔らかい声で、高い声を出せばいいと思います。で、だんだん最初のうちはある程度の音量を使って出している高い声ですけれども、慣れてきたらその姿勢もちゃんと体に入ってきますので、徐々に音量を抑えた声も出せるようになるはずですので、そこは焦らずにやってください。で、最後になんですけど、この、まあこれ小声トレーニングの本なので、まさかその人はいないかと思いつつも、このググ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 グの、一息のトレーニングで自分が今体の中にある息を全部使い切ってしまう人っていうのもいるかもしれないと思うんですね。なのでそうしない、そうすると最後の最後が、息が足りないので安定しませんので、ちょっとやってみますね。こんな感じでググ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 グで、このぐらい残ってぐらい余力が残ってる感じで、声を出すようにするといいと思います。はい、じゃあ響きポイントの確認というお話をしたいと思うんですけども、声っていうのは声帯っていう楽器、要するにこういう
2枚の膜みたいなのがくっついて、それが震えて声が出るんですけど、それはまあとても小さいものなので、どこかに響かせないと豊かな声とか太い声とか出ないわけなんですね。で、声帯の真上に、咽頭口というこういう、空間がありまして、そこがまあ一番メインなんでしょうけども、さっきやったグーやネーノーみたいな発声練習だと、ネイノーの時に必ず鼻の奥の鼻腔っていう、空間にも、声が響くようになると思うので、そこを利用していきたいと思います。そのために、ちょっと日本だと幼稚園とかで、さあみんな大きい口を開けて大きな声出しましょうみたいなことをみんな言われたと思うんですけど、口の前の方をあんまり開けてしまうと逆に奥の方が開きにくくなってしまうということが考えられますので、口をあんまり開きすぎないようにするのも一つのポイントです。それとですね、この練習ですけども、ちょっとやってみますね。グー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 という声の、だんだん音程が高くなったらなったほど、さらに奥の方を開けるみたいなイメージでやるとうまくいきやすいと思うんですけど、時々それをやった時にグー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 ってこう開いてるのに、また音程が下がってくるから、またこう締めていく人がいるんですね。で、開ける時の、ポイントというかコツとしては、喉の奥ってこっちにはもう開かないので、こういわゆるね、この一番奥のところをこういうふうにこう上の方に開けると開けやすいので、なんていうんですかね、響きのポイントがこう前からだんだんグー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 ってこの後ろに行くようなイメージなんですね。なんか後ろに声を出すといいみたいに言う人もいるんですけど、グー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 ってこう喉の奥が開いたら、そのままもうそれをグー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 って前に戻してこないで、そのままの位置でいてほしいです。というのは、最後の方は確かに音程は下がってくるんですけども、息が足りなくなっていますので、結構過酷な状況なので、イメージとしては、グー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 とその場にステイする感じです。そんな感じを、イメージして響くポイントを、自分の中で、はっきりさせていってください。そしてですね、最後になりますが、さっきの口の前の方を開けすぎると後ろの方が開きにくいっていうのと同じで、よく滑舌とかを気にしすぎて、こうなんていうんですか、私はみたいなこう歌い方する人がいるんですけど、そうすると口の前の方に意識が行き過ぎちゃうので、またやっぱり響あのいい響く場所である喉の奥の方が開かない場合が多くなってしまいます。なので、あんまりこう日本語の、まあもちろん歌詞を伝えたいのは山々なんでしょうけれども、そこにこだわりすぎると、よく響く楽な声は出しにくくなってしまう場合がありますので、そこだけは、注意してください。はい、ではピッチトレーニングについてお話ししたいと思います。よくね、皆さん結構ピッチを気にされるんですけれども、だいたいよくありがちなのが、音程がね、届かない場合、例えばなんだろう、グーグーとかいう時にグーグーみたいにちょっと低くなっちゃう人っていうのがいるんですけども、その時に最初から狙った音程に行くのではなくて、一回飛び越えてみるっていうのもありだと思います。まだ低いまだ低いって下からずっと行くんじゃなくて、一回これじゃ高すぎるだろうというところを出してみて、そこから下げてみるっていうのもありです。グー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 ぐらいから、あ、これじゃ高いな、グーグーみたいな感じで、探してみるといいと思います。ちなみにこの、今回やっている、このという、トレーニングなんですが、最初のグーグーって最初から2個目に行くのは、まあ音楽用語になってしまいますが、超3度といって、カラオケでいうところのプラス1,2,3,4 なんですね。 4っていう数字を覚えておいてください。で、そこからその次の音が単3度といって、カラオケで言うとプラス3だから、さっきに比べるとちょっと短いんですね。で、最後が、そこから最後の音に行くのが完全4度なので、まあこれ音楽用語ですけど、カラオケで言うとプラス1,2,3,4,5 なので、ここが一番広いです。だから、4,3,5 みたいな、この感覚も自分の中で、ここが長くてここは短くてここは思い切りいかないとダメみたいのをちょっとイメージしておくと、かなり正しい音程が取りやすいと思います。でですね、
必ずこれやっていくとうまくいかないところってのは大体決まってきます。大体あの今までの学生さんとかだとグー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 ってこの降りるときがグーグーっていうのが結構広いので思い切れなくてグー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 みたいにこうなんか短くなっちゃう人が多かったので、そういう人は全部を練習するんじゃなくてグー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 ってそのそこの場所だけを抜き出して何回も練習するようにすればいいと思います。そういう風にやっていくと必ずピッチっていうのはどんどん良くなっていくんですね。あと、どうしても、このピッチを私もっとどんどん極めたいみたいな人は、まあちょっとね、昔の伝統的な本なんですけど、交流文言っていう本がありまして、これ実際僕が高校生の時に、歌を習ってた時に先生があなた全然ピッチ取れないねってなって、じゃあこれやってみるって勧めてくれたのがその交流文言っていう本だったんですけど、こうギターの教則本みたいにこうなんだろう、テーマが1個決まっていて、それに関するこうちっちゃい何小節か のフレーみたいなのがいっぱいあって、それを練習するみたいなやつ で音楽的にはちょっとなかなかすごいいい曲とかではないんですけども、例えばねロールプレイングゲームをやるような感覚で一個一個攻略していって経験値が上がっていくみたいなのが、そういうのが好きな人には、効果があるかもしれません。あとですね、現代は人類史上初めてこのねパソコンの画面で今歌った音がどんぐらいフラットしてるか高くなってるかとか、いろんなピッチ補正ソフトで見れるじゃないですか。まあ代表的なやつだとオートチューンとかメロダインとか、まあそれ以外にも今きっと DTM のやつにいろいろついてると思うんですけど、それで見て直してみて、あ正しいとこはここなんだっていうのを知ってみるというのもいいと思うんですけども、あんまり個人的にはあんまりピッチにシビアになりすぎると音楽的なことが犠牲になることもあるので、あまりシビアになりすぎずにピッチに取り組んでいければいいと思います。はい、じゃあ次はねロングトーンについてお話ししたいと思います。ロングトーンってこういわゆるこうあーって声をずっとあーって長く伸ばすっていうやつなんですけども、人ってどうしてもそれがどこまで続くのか分かんないものを長く感じちゃうんですね。例えばそうですね、テレビショッピングとかでフライパン売ってるとするじゃないですか。でこのフライパンを使うと焦げつかなくてなんちゃらでみたいな、何も言わないで説明されるよりもこのフライパンを使う、メリットは3つありますみたいに言われると、あ3つ聞けばいいのかと思って聞く気になるじゃないですか。そういうのと一緒で、ロングトーンもどこまで伸ばせばいいかというのが、ちゃんと予定が分かっていれば長くは感じないはずです。さっきのこういうグー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 という練習でしたけれども、これってグー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 って12拍なんですね。 3×4 で、それがそれを例えば1個の音で伸ばしてみます。グーですね。なので12個我慢すればこのロングトーン地獄から解放されるのかと思えば皆さん我慢できると思います。でしかももう一個いいことがあって、ロングトーンっていうのは音程を変えたりしなくていいわけなので、ただ同じ音を伸ばしてればいいのかっていう考えれば逆に楽だなって思う人もいるかもしれません。で、その中で例えばグーって伸ばす中でずっと同じ感じで伸ばさなきゃいけないっていう決まりとかはないんです。例えばちょっと、低いのでグー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 って伸ばすときにグー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 ってだんだん強くしていくとか、グー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 って消えるように終わるとか、グー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 って切るとか、いろんなことができると思うので、伸ばしてる中でいろんな表情を変えていく練習をロングトーンを利用してやってみてもいいと思います。ちなみにさっきピッチトレーニングの時には、交流文言という古典的な教則をご紹介したんですけども、やはり当時コンコーネっていうね、これも、まあ、音大に行くような人が、やる教則音なんですけど、それも僕ちょっとやってみたことがあって、それ割と長い音符に
お、まあ、歌詞とかも何もないから改名で歌うんですけど、それをいちいちこうクレッシェンドとかデクレッシェンドとか息継ぎはここでみたいな、あの指示があるので、うーみたいな、こうただうーた例えばミーって出すとしても、それがこういう印があったらみたいにこうやんなきゃいけなかったりとか、そういう本なんですけど、興味がある人はそういうのもやってみても、よりロングトーンの、造形が深まるかと思います。そしてですね、あと音楽は今そのこうクレッシェンドデクレッシェンドの話もしましたけど、音楽って、あ、音楽というかまあ声ですね、まあ音楽全般本当はそうなんでしょうけど、音量も結構重要な要素なんですね。例えばね、有名なプロデューサーの方とかで、なんだろう、こう語尾とかがね、なんとかがみたいな、はーってこうひっくり返るところがかっこいいなみたいなのが取れたりすると、レコーディングの時に一生懸命そこをちょっと音量を上げたりとか、そういう風にしてこう涙ぐましくこうより表情豊かな声になる、あ、歌になるように工夫している人もいるっていうことも聞いたことがあるので、ロングトーンというのは、音程とか別の要素がないものですので、その中で音量を上げたり下げたり切ったり、はたまたビブラートをかけてみたりとか、わざとかすれたようにこうにしてみるとか、いろんな表情を実験するのにいい材料だと思うので、ロングトーンを使っていろんなことを研究してみてもらったらいいと思います。はい、ロングトーンに続きまして、次はビブラートについてお話ししたいと思います。ビブラートっていうのは長い音符を伸ばした時にあーってこう声が震えるやつですね。それなんですけど、まあ皆さん、これを知っておくべきかどうかはちょっとわからないんですけども、ビブラートかけるのがかっこ悪いみたいな時期も実はありまして、ビブラート全然かけないスタイルのボーカリストの方もたくさんいらっしゃるんですけれども、今の時代は結構皆さんかけてますので、皆さんも練習してみてもいいと思います。まずね、いろんな利点があるんですけど、例えばグー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 って音を伸ばすときに、そのまま伸ばすとやっぱり結構大変じゃないですか。なのでそのときに、例えばグー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 ってビブラートをかけてしまうと、結構もう変な話、楽ができるんですね。エネルギーをセーブできるというか、そういうのがあるので、そこに挑戦してみてもいいと思います。あとはですね、ビブラートってなかなか力んだ声に、うわーみたいな声にビブラートかけるのって難しいと思うんですね。なので逆に、いつもなんか声出すと僕、私力んでしまうんですよっていう人が、あえてもう音楽的にかっこいいかどうかとか別にして、グー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 みたいに何でもかんでもビブラートをかけてみるっていうのも一つの練習法としてはいいと思います。で、あとですね、ビブラートには実はね、いっぱい種類があるんですよ。例えばこれでやってみると、グー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 みたいな、こう横隔膜を使ってグー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 って、このなんだろう、ギターの あのエフェクターでトレモロって言ってビーンって伸ばしてるだけなのに、パンワンワンワンって音があるとことかないとこがこう交互に来るみたいになるじゃないですか。ああいうビブラートですね。グー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 っていうの、このお腹で出すやつですね。まあ、これこう黒人のソウルシンガーの人とかよくやったりしますけど、あと一番一般的なのはこの高い音の半音下をこうやって行き来するやつですね。じゃあまずその一番一般的なやつでちょっと練習をやってみましょうか。これをいつもやってるグー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 のアリューみたいな感じで、今まで3拍子でしたけど4拍子だと思って、うん、グー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 ウワ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 って、この最後のところはなるべく細かくやるみたいな、これをどんどんグー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 ウワ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 グー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 ウワ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 という感じで、自分の出る、一番低い音から一番高い音までやってみればいいと思います。ちなみにビブラートにはたくさん他にも種類がありまして、例えばですね、ゴスペルのビブラートっていうので、うわーうわーみたいなのに、あーってこうお腹とかでかけるんじゃなくて、あーわーわーわーってこの辺をこう動かして、この辺を動かして、ビブラートをかけるというやつがあるんですけれども、それはですね、例えばホイットニー・ヒューストンさんですとか、あとワンオクロックのタカさんじゃないところがミソなんですけど、そのタカさんのお父さんである森進一さんとかが、あわんわんわんみたいな、これ結構ここを動かすビブラートを使っていたりもします。
あとですね、去年ちょっと映画で大ヒットしましたクイーンの、フレディ・マーキュリーさんなんかは、逆に、実音よりもちょっと上にビブラートするっていう、こうなギターのこうピーンってやってウィンウィンみたいな、ああいうビブラートをかけていたりすることが多いので、それを真似してみてもいいと思います。 なんかそれだとね、ちょっと明るいイメージになるのかなと思っていますが、あとですね、最後になんですけど、よくねネガティブなこうイメージでみんなに語られることもあるチリメンビブラートっていうのがあるんですね。なんかこう細かいビブラートがはーってはーって いろんな音にかかってるっていう人、それね確かに音が強く出せなくてかけてる人は良くないかもしれないんですけど、ソフトに声を出すための支えとしてはーみたいに出した細かいビブラートをかけたりするのは、僕は個人的にはありだと思います。実際今の、日本の活躍している方でも、まあ、宇多田ヒカルさんであるとか、オフィシャルヒゲダンディズムの藤原さんであるとか、結構まあ2人ともかけてるところとかけてないところを使い分けているんですけど、結構細かいビブラートをかけていたりするので、これも研究してみても損はないと思います。はい、ここからはですね、裏声のトレーニングを始めたいと思います。裏声って言っても、裏声っていうのは要するにこうなんていうんですか、ふーみたいな、はーみたいな、こういう感じのこうひっくり返った声、まあファルセットっていう人もいますけど、そういう声ですね。で、こういう声を自分の歌で僕は使わないから関係ないよっていう人もいるかもしれないんですけど、そういう人もぜひ裏声でねトレーニングしてみてほしいんですね。特に何だろう、ラウドロックみたいなのをやってて、高いこうシャウトでこう何だろうな、それこそワンオクロックの人みたいにうわーみたいなこうミックスボイスを出したい人っていうのは、ミックスボイスっていうのは結局表の声と裏声が合わさって混ざって強くなっている声なので、表の声からミックスボイスが出るようにしていくのもいいんですけど、裏声から徐々に表の声を混ぜていってミックスボイスが出るようにしても結局同じことなので、両方から攻めていった方がきっといいと思うんですよね。なのでぜひ裏声もやってみてください。で、あとまあこれちょっと多少余談になるんですけど、逆に女性の人とかでなんだろうな、ずっと合唱部とかに高校生の時とかいて、なんかふーって裏声じゃないと私声が出なくてどうしようかって思うんですみたいな人いるんですけど、逆に裏声出すのは不得意な人もいるので、なんか逆にそれをこう武器にして頑張るっていうのもありなんじゃないかなと個人的には思ってます。日本だとコキアさんとか結構そういう高校のボーカルの人も、手嶋葵さんとかもそうですよね。そういう人はいるので、それもちょっと頭の隅に置いておいていただければと思います。じゃあちょっとね、適当に裏声でトレーニングしてみますね。例えばふー、裏声ってあんま低い声は出ないので、ふーふー、このぐらいからふーふーで、最初のうちは音域を広く出すのも難しいと思うので、いつものこれだと1オクターブ出ちゃうので、ふー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 っていうのをやってみてほしいんです。これ解明で言うとミソシソなんですけど、まあ裏声だと言葉を言うのも最初難しいと思うんで、ふふふふとかふふふふでもいいと思います。あと最初つなげて出すのも難しいと思うんですね。なんで、今まで、声はなるべくつなげて発射と停車の機会を減らした方がいいって言ったにもかかわらず、ここでは逆に裏声の形を、練習するためと割り切って、ふふふふで毎回息継ぎして出してみましょう。みたいな感じです。で、だんだん慣れてきたら、とか、一息でいけるようにしていけばいいと思います。で、音域もだんだん広げていくのも徐々にやっていけばいいと思いますので、少しずつ裏声にも、興味を持ってやってみてください。はい、では、裏声でもねピッチトレーニングをちょっとやってみたいと思います。
裏声っていうのはちょっと今までに出してた声の出し方とは違うので、最初のうちは、ピッチを取るのが難しいと思います。なので最初はまず、ハードルの低いところからやりたいんですけども、裏声ってあまりこう広い範囲を突然飛んだりするのは最初のうちは難しいと思うので、まずはこのメジャースケールの隣の隣の音に行って帰ってくるっていうね、ドミドレファレミソミファラファミソシソラドラシレシドっていうやつを裏声でやってみようと思います。でもちろんドミドレファレって入れてもいいんですけど、最初言葉があるとまた要素が多くなってしまうので、フーでやってみたいと思います。こんな感じです。フー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 っていう感じですね。でなぜ今1回ずつ切ったかというと、まあ最初のうちはまだ長い息でやるのが難しいと思いましたので、そういう風にしました。でこれは上からもやってみましょう。上からいくとこんな感じです。という感じですね。で、せっかくいい機会なので、今はメジャーでやりましたけど、今度マイナーですね。この悲しいスケール。単調ですね。これでもやってみましょう。いきます。感じですね。で、これも、解明でやってもいいんですけれども、そうするとなんか身がフラットになったりいろいろ大変だと思うので、裏声ではフーでいいんだと思います。でですね、だんだんこれに慣れてき、まあもちろんこれも、だんだんこうキーを変えてやってみてほしいんですね。例えば一個逆に下げて、キーでやってみたらいいと思います。で、だんだんこれが慣れてきましたら、少しずつ長い息にも挑戦してみましょう。例えば、ふーまでを一息でやって、さっきと倍の間隔で息継ぎをする感じです。やってみます。ふーという感じですね。まあ加工とか、マイナーも同じようにやってみればいいと思います。慣れてきましたら、裏声だと、ちょっと音程がね離れているのは難しいというお話もしましたけれども、それを、練習するためにポルタメントを使った練習っていうのをちょっとね取り入れてみたいと思います。表声だと例えばあーえあえあえあえみたいな練習するんですね。これって下のアから上のアに行くときにあーあーってそのままの音程に行くんじゃなくてあーってこう間の音程を全部出してる感じなんですね。これがポルタメントって言うんですけど、これを裏声でも、応用してやりたいんですが、裏声だとあーえやえやえやってやると口の形が変わったりしてやりにくいかと思うので、全部うでやりましょう。じゃあ行ってみますね。まあこんな感じです。これもまたいろんな音程でやってみてください。あと慣れてきたらですね、一番上の音程をやや長く、例えば200ぐらい長くとかやってみても面白いと思います。みたいな感じですね。これをいろんな音程で、例えばという感じで、いろいろ試していってみると、だんだんピッチが得意になってくるはずだと思います。はい、じゃあ今度はですね、
いつもの発声練習も裏声でやってみましょう。いつものやつをおさらいすると、という練習でしたが、これを、裏声は、さっきも、説明しましたが、長い音符を出すのはなかなか裏声最初のうちは難しいので、みたいな感じでやってみたらいいと思います。いけるところまで行ってみてください。でですね、他の、表の声の時も、でやってほしいんですけど、グだけじゃなくてネイとかノーですね。もしかするとネイとかノーってこう鼻腔を使うので裏声を出すのにはこっちの方が楽かもしれないです。みたいな感じで、ノーも同じように、みたいな感じで、これもやっぱり限界までやってみてください。で、だんだんですね、裏声自分でコントロールできるようになってきたなーって、実感が湧いてきたら、少しずつ長い音符にしていってみましょう。これはですね、までを、最初の半分。で、ちゃん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 を、後半の半分として、息継ぎ1回でやってみましょう。いきます。みたいな感じですね。で、さらに慣れたらもう本当につなげちゃって。という感じで、つなげちゃってもいいと思います。これもやっぱりネイやノーも、やってみたらいいと思います。でですね、この練習、今までも何回か、お伝えした通り、この上行った時が一番強いみたいなのあったじゃないですか。なのでそれを利用して上を結構ちょっと強めのファルセットを出してみてもいいと思うんですよね。例えば、出していくと、それがだんだんミックスボイスの元になったりしますので、それも少しずつでいいので挑戦していってみてください。はい、ここからはですね、ウォームアップでもやりましたリップロールというのに音程をつけてやってみたいと思います。リップロールをおさらいしますと、口と口をこう震わせるやつなんですけれども、我々多分それあんまり慣れてないと思うので、ほっぺたを手でね、親指と人差し指でちょっと上げましょう。それでこうブルーッ、こういうやつでしたね。これに音程をつけてみましょう。前にもやったドミドレファレミソミという音程を、これにつけてみます。やってみます。で、下がるやつもやってみましょう。
みたいに降りてきても大丈夫です。でですね、リップロールちょっとね、ウォームアップとしてすごくいいんですけど、危険な面もあって、こう唇のことを意識しるとまたこの喉の奥が開かなくなっちゃう可能性があるので、必ず唇は震えてるんですけどリラックスしてる状態でいきましょう。でそのね、目安としてどういうのがいいかっていうと、強くなっちゃってるとブルルルルルルルってブーとかグーとかブルルルルルル、なんかそういうね汚い音になるんですね。リラックスしてるとブルブルル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 ってプーみたいな音になりますので、そこが目安となると思いますので、そこを聞き分けて自分で必ずリラックスした状態でやるようにしてください。これもいろんな音程でやってみてほしいんですけど、そんなに幅広い音程ではできないと思いますし、人前で、リップロールしながら音程をつけて歌うことっていうのはまずないと思うので、音程にはあまりシビアになりすぎなくて大丈夫です。じゃあ、もう一個の最後のもう一個の練習法として、ポルタメント何回かやりましたけど、今度はオクターブで下から上に行って戻ってくるっていうのをちょっとやってみましょうか。こんな感じですね。みたいな感じ。今上ちょっと力んだのにリップロールが崩れましたよね。そんな感じで、ああ力んでんなとか、うまくリラックスできてるなみたいなのを感じながらトレーニングしていけば、必ずいい声を出すことに役に立つと思います。はい、次はですね、ウォームアップでもやりましたタングロール、これに音程をつけてやってみたいと思います。タングロールをおさらいしますと、口のね、上唇の硬いところの真ん中ぐらいに皮下をこうちょっと丸めてくっつけて、その間をプルーって息を出すってやつですね。これに音程をつけてやってみます。最初はあんまり遠い音程は難しいと思うので、ドレミファソファミレドみたいな感じでやってみたいと思います。という感じですね。これも、できる範囲の音程でやってみればいいと思います。まあそんなにね、広い音程できることはないと思うんですけど、まあ、あくまでもウォームアップなので、あまり細かいことには、こだわらずにやってみましょう。でこちらもやっぱりですね、ポルタメントでドードードーみたいなやつをプルみたいな感じでやってみてもいいと思います。あとですね、これちょっと、ね、僕もあんまり上手にできないんですけど、リップロールあるじゃないですか、あれとタングロールを組み合わせてやると最強に、リラックスできます。プルプルプル、うまくいかないですね。プルプルみたいな感じです。なんかね、リラックスしたような気がします。こんなこともいろいろやって、こういうのはね、楽器がなくても、すぐできますので、例えば本番の前とかに、なんとなくやってみたりすると、心を落ち着けるためにもいいんじゃないかと思います。そもそもミックスボイスとは何ぞやという話なんですけども、裏声と表声が、合わさった声のことです。結構高い音程で使われるんですけども、裏声だったら例えばはーという声なんですけど、それを表の声で無理して表だけでうわーみたいなこう力んで出すと、それは響かないですよね。なのでそれに裏声の要素も足していい感じに響かせてしまおうというのがミックスボイスですね。
みたいな、みたいな、こういう声をミックスボイスって言ったりします。ではこれを、いろいろ検証していきましょう。僕は個人的にこれが一番簡単なんじゃないかって思ってるやり方が、例えばまあこの辺なら出るかなっていうやや高めの音程でふーって裏声をまず出すんですね。で裏声を出しながらふーって口の中の、まあ結構奥の方だと思うんですけど、どっか上の奥の方にいろいろ当ててみるんですね。こう響きポイントっていうコーナーも前ありましたけど、そこにこういろいろ当ててみて、あここならいけるぞっていうところになったら、ふってこう声を表から裏にはーってひっくり返すのを反対にやるみたいな意識でやると結構できたりします。こう例えばふーわーみたいな、ふーわーみたいな感じで、こうなんかここならいけるぞっていうところがあったら、こうひっくり返すとミックスボイスに、なりやすいと思います。で最初のうちは特にまあミックスボイスってまあ基本的に高い音程なので、やっぱり力んでしまいやすいんですね。なので最初はもう、もしも友達にお前ビブラートばっかりかけてんじゃんみたいに言われても、そんなこと気にしないで、もうふーわーみたいな、こうなんかこうビブラートかけてしまえば、この辺にこう、力が入ることを防止できるので、それはぜひやってみてほしいと思います。それでね、ビブラートもうまくなったらもう一石二鳥だと思いますので、ぜひそれをやってみてください。で、例えばですね、そのハードロックの人、まあハードロックって言えないのか、ラウドロックの人とかで、ワンオクロックのタカさんとか、ああいう人のこう力強いミックスボイスあるじゃないですか。あれもありますけど、例えばまあちょっと洋楽ですけど、サム・スミスさんみたいにこう表声も来たり裏声も来たり、ちょっと強めの高い声が来たりもするんです。それもやっぱりミックスボイスで、基本的には同じものだと思ってください。でいろいろ使い分けたい人っていうのもきっといると思うんですね。まあ実際使い分けないとできないと思うんですけど、それの練習ということでちょっと、考えてみましたので、先ほどのあーえあえあえあえという練習を最初表からあーとひっくり返ってへーあーへーあーあーえーあーえーという、なんかこうちょっとね複雑ですけど、表と裏をいろいろ混ぜるという練習をやってみたいと思います。こんな感じです。あーえー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 みたいな、こんな練習法です。こんな練習法も、きっといろいろチェンジしても、音が、安定するようになるのに、きっと役に立つと思いますので、それもぜひ試してみてください。もちろんいろんな音程でやってみるといいと思います。はい、次はですね、ミックスボイスの音域拡張法についてお話ししたいと思います。こちらですね、ポルタメントを活用するっていうのと、あと鼻の響きも、味方にするっていうのと、あと最終的なゴールとして、ミックスボイスも、普通の声もなんとなく切れ目がなく全ての音域で同じように歌えるようにしようという3つのポイントをお話ししたいと思います。まずですね、ポルタメントを活用するっていうやつで、さっきあの裏声に行ったり、ミックスに行ったり表に行ったりっていうちょっと、忙しい練習をしたじゃないですか。それをなんていうんですかね、最初表からそのまま裏声を経由しないで、もうそのままミックスボイスに行ってしまうっていうのをやってみたいと思います。で降りてくる時も、なんとなく知らないうちにミックスボイスっぽくなくなっているという感じですね。でやっぱりさっきの今までにやったポルタメントの練習でやってみましょう。あーえあえあえあえみたいな感じですね。だからあーっていうのが知らないうちにミックスボイスになってる感じ、それを実感しながらやってみてください。これをやると結構あーえあえあえ男の人でも結構高い方が出るようになったりしますので、それがいいと思います。あとですね、まああんまりこうネイとかノーの、グーじゃなくて、あいつもの発声練習ですね。こう例えばグー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 みたいな時にネイネイネイとかノーノーノーって鼻に行きすぎると良くないみたいなこともあるんですけども、ネイとかノーは要するに鼻に行きやすい発音なので、そこもうまく、利用しちゃってもいいと思います。
ちょっとネイでもって、いつもの、発声練習でやこの音程でやってみますね。ネイ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 みたいな感じです。ノーもやってみましょう。ノー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 、なんかこうなんていうんですか、裏声もちょっと胸もの声みたいのも足して、ミックスされて、緊張感のあるけどない声みたいなところを目指していったらいいと思います。で最終的には、どんな音域も、切れ目なく、どっかでね、あの声の出し方が変わってるのが分かっちゃうとすごくそれって気になるものなので、なんとなくこっからミックスボイスだよとかこっから表声だよって分かれるんじゃなくて、なんとなくどちらとも言えない範囲があって、最終的には全ての音域で、例えばちょっと、やってみると、すごい低い音からあーぐらいからあーみたいに、あのほとんど今切れ目分かんなかったと思うんですけど、そういう感じに、あの もちろん自分も分からないんですけど、そういう感じになると一番いいと思いますので、そこを目指してやってみてください。ここからは、リズムトレーニングに入りたいと思います。歌を、練習する人でリズムトレーニングって言ったりすると、私楽器も何も弾けないのにリズムトレーニングなんか嫌だみたいな人いるんですけれども、絶対そのねリズムのことにも少しだけでいいので、詳しくなった方が、歌も歌いやすくなると思うので、ちょっとだけやってみましょう。ここではですね、8ビートっていうのと16ビートっていうのと4ビートっていうのを、扱ってみます。まず8ビートからやりたいんですけど、実は8ビート、16ビート、4ビートっていうのは日本語、英語、いわゆる和製英語だっていう話もありまして、8ビートはロックフィールっていう、やつなんですね。それはどういうやつかというと、音楽用語で4分の4拍子っていう一つの入れ物の中に四分音符って音符が4つ入ってる、1、2、3、4というリズムだったとして、その中で8分音符8個1、2、3、4、5って8個、これが、その曲の基礎になっている音楽ですね。適当に弾いてみると、なんだろうな、タタタン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 タンタンみたいなのが8ビートですね。タタタンタタタンって、このこれより細かいの出てこないじゃないですか。まあちなみに今の曲を即興で16にするとタラダンタラダンで細かくなったり、4ビートになるとってなるんですけど、まあ16と、4ビートについてはこの後また、追って説明しようと思います。まず、じゃあその8ビートをどういう風に、練習していったらいいかというと、まずねクリックの力を借りるのがいいと思います。クリックっていうのはねメトロノームですね。あの昔の、お家とかにこういうのがカッカってのあったと思うんですけど、今はそういうのなかなかなくて、その後はね楽器屋さんで電子メトロノームを買ってきたりする時代がありましたけども、今はもうスマホのソフトでフリーソフトでいいのがいっぱいありますので、それをただダウンロードすればいいと思います。じゃあですね、ちょっと4分の4拍子のクリックを出してみましょう。なんとなくわかりますか。今1個目だけが強いですね。1、2、3、4 1、2、3、4で8ビートなんで、これの反対側1、2、3、4っていうので手拍子をできるように、まずは手拍子からやってみたいんですけど、そこをまず目標にやりたいんですが、段階を踏みたいと思います。はい、ありがとうございます。まずはですね、クリックに合わせて、同じように頭だけを手拍子するのっていうのをやってみたいと思います。ではクリックと一緒にやってみましょう。はい、ありがとうございます。これは、どなたでもできますよね。で、次にですね、これを今4つで叩いていたあ手拍子をパン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 と、8分音符8個分叩いてみたいと思います。ではやってみましょう。という感じですね。ありがとうございます。で、
よくね、学生さんとか生徒さんにいらっしゃるのが、こうやって叩いてるのに、結局体は1、2、3、4しか乗っていないという人がいるので、それを防止するために、裏だけを、裏って言うんですけどね、この、鳴ってるところの反対側。これだけを叩くっていうのをやってみたいんです。っていうのは、これをやると、必ず表もね、取ってるんですね。だから結局、確実に倍で取ってるということになるので、ではクリクと一緒にやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、今確実にこれを取ってる間に頭も僕はどこかで取っているので、結果的に、細かく取っているということになると思います。で、手拍子で、できるようになったら、一応皆さん声練習したいので、声でちょっとね、次はやってみたいんですね。次はですね、ちょっとブレス的な声で裏で声を出してみるっていうやつですね。まあ、裏で手拍子はもうできるという体でなんですけど、で、ブレス的な声ってどういう声かと、はぁ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 、みたいな、弱々しい声ですね。裏声とも表ともつかない、ちょっと息多めの声ですね。まあ、最初からトップギアでやらないようにっていう意図で、ブレス的な声でやってみようと思います。では、クリックとやってみます。はぁ、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 という感じです。音程は、何でもいいです。自分のね、出しやすいところでやってみてください。で、これができるようになったら、今度は、裏声でもね、ちょっとやってみましょうかね。では、クリックとやってみます。はぁ、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 ありがとうございます。そんな感じで、裏声でもやってみましょう。で、だんだん、この裏でやるのは、もう一個いいことがあって、表を感じてからふっと声を出すので、力みにくいんですね。なんで、今までミックスボイス、前にもやりましたが、ミックスボイスで、ちょっと、ソフトに出しにくかったという人も、意外にこの練習なんかで、綺麗にパッとミックスボイスが出たりするかもしれないので、今度はミックスボイスでやってみましょう。はっ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 、こんな感じですね。表を感じてからフッと出すので意外に、出しやすい可能性があります。こんな感じで、リズムトレーニングも自分の、声と関連づけてやってみいけば、ただこうなんか手を叩くとかいうやつよりも楽しいと思うので、ね、続くと思うので、ぜひこれも続けていってください。はい、リズムトレーニング2個目はですね、16ビートですね。16ビートは英語だとファンクフィールって言ったりするらしいんですけど、割とね、こうダンスミュージックなんかに多い感じの、ビートですね。なんだろう、こう。さっきは8ビートで、タカ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 、まあロックに多いですよね。ズンタン、ズクタン、ジャーン、ジャジャーンみたいなやつですけど、もっと16ビートは、なんか、タカツコ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 、がなんとかなんとかなんとかみたいな、こんな感じの音楽ですね。で、これを練習するにはまず4個だけのクリックを鳴らしてると、それでチッキ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 っていうビート感を感じるのはすごく難しいので、倍の8分音符で鳴らします。ちょっとクリックを鳴らしてみましょうか。ここでは1、2、3、4ですね。ちょっと合わせてピアノ弾いてみると3、4、こんな感じです。で、手拍子でやってみたいんですけど、これのすべてにピコッコ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 って手拍子してもいいんですけど、それだとあまりにも忙しいので、ピッカッカポカッカポカッカとカッカとって偶数の、8分音符が鳴った後に手拍子をするというのはやってみたいと思います。じゃあクリックと一緒にやってみます。3、4、
はい、ありがとうございます。で、ちなみにね、試しになんですけど、これを、四分音符に一回音符だけを戻してみてもらえますか。クリックを。そうするとですね、すごくね、やりにくくなりますので、やりにくい感じをちょっと感じてみてください。はい、心もとないですよね。間に8分音符がないので、もうこれってなんかこう乗り換え駅も分からずに、こう乗り換え駅が必要な、ありがとうございます、目的地に行くような感じになっちゃってると思います。そんな感じで8分で、撮るのが、8分でクリックを感じて歌ったり演奏したりするのがいいっていうのは分かっていただけたと思います。でですね、これがね、もっとね、すごく16がいい感じに体に染みつく練習方法があるんですけど、なんとですね、今の8分音符のカッコ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 っていう鳴ってたクリックを全部コッコッコッって裏で鳴ってるように感じながら手拍子をするっていうのをやってみたいと思います。まあこのソフトでの、変更の仕方なんですけど、まず頭の四分音符、頭のアクセントがあるとやりにくいので、4分の1拍子にしてみたいと思います。これで四分音符に戻してみます。ということですね。こういう練習なんかもやってみるといいと思います。ゆっくりなテンポから、無理のないテンポからやってみてください。で、やっぱり、皆さんやっぱり、歌を練習したい人なので、同じように今度は声でやってみましょう。じゃあクリックと一緒にやってみます。はっ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 みたいな感じでね、裏4個目で声を出す感じですね。そんなのをやってみるといいと思います。はい、では今度は4ビートについてやってみたいと思います。4ビートもやっぱり日本語英語だっていう話なんで、英語ではスイングっていうらしいんですけど、いわゆるですね、ジャズみたいな音楽あるじゃないですか。なんだろう、こうみたいな、デンゲデンデンデンみたいな、こういう音楽ですね。なんかこういうのって、タンカタンカタンカ、なんとなく跳ねてる雰囲気、これ跳ねるって言うんですけど、タカタカタカじゃなくてタンカ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 っていう雰囲気の音楽のことですね。スイングっていうかね。で、皆さんよくね、これがね、よくわかんなくなるんですけど、シャッフルっていうビートもあるんですね。シャッフルっていうのは今みたいなのじゃなくて、例えばじゃあこんな風にザンガ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 っていつもザンガザンガっていう、このガっていう裏がいつもいて、で、8分音符の裏がいるというよりは、タカタ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 、3連符の最初の1、2がくっついてタカ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 ってなってるのがシャッフルなんですね。なんですけど、スイングは、そうとは限らなくて、ちょっとこう前が速いスイングとかで、速いジャズとかでジャンジャンジャンチスカッダンツダンみたいなやつと、もう跳ねてるんだか跳ねてないんだか分かんないぐらい前がそんなに長くなかったり、あとはものすごいゆっくりな曲だと前がものすごく長かったりとか、ちょっといい感じに曖昧なものなので、その違いを感じながら練習すればいいと思います。ちょっとね、クリックでその違いを出してみたいんですが、まずちょっと四分音符のまま、クリックを出してみましょう。で、スイングの感じはこれを聞きながら、タッカッツッチャーンツッチャーンみたいに、なんとなく裏が潜在的にいて時々顔を出すみたいなイメージでいいと思います。ただシャッフルの場合は、ちょっと3連符に変えてみますね。この3連符のタカタタカタタカタタカの最初のタカ2つが合わさって、タカタタカタタカ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 というビートになっていたりします。ありがとうございます。なのでその違いを、気にしながらやってみてください。で、これもやっぱり声で練習したいんですけど、声では、四分音符でやってみましょう。シャッフルでちょっとやってみたいと思います。まずですね、ブレス的な声で、まずですね、
このドミソミドミソミドミソミドっていうのをなんとなくシャッフル的な裏で、やってみましょうか。じゃあクリックお願いします。ドミソミドドミソミドミ、あ、今最後は表になってましたけど、そういう感じで、練習したらいいと思います。これもね、いろんな、音程でやりましょう。今ちょっと強めの声でやってしまいましたけども、ブレス的な声でやればいいと思います。ドミソミドという感じで練習すればいいかと思います。で、よく、もし余力がある人は、例えばっていうのドミレファミソファラみたいのをクリックと一緒に練習しても、きっと効果があると思います。はい、ここからの話は音をどこまで伸ばすかの重要性というお話ですね。これを見てくださっている方、日本語を主に喋っている方が多いかと思うんですけれども、日本語って、どこまででも言葉が伸ばせちゃうので、どうしてもね、音符のどこまで伸ばしてどうやって切るかっていうのに、無頓着の人が多いんですね。なのでまずはとにかく音をなんとかしましたで4拍伸ばして最後はたーって切るのか、たーってふわっといなくなるのかとか、たーって2拍目ぐらいからビブラートかけるのかとか、必ずなんかね台本を作っておいた方が結局、自分が楽です。ブルースのシンガーみたいにこうその場のノリでフェイクでいろいろやりたいっていう気持ちもわかるんですけど、とりあえずはまずはそのね台本を作ってどうやって伸ばしてどうやって切るかっていうのを自分なりに予定を立てて歌を歌った方がきっと楽だと思います。で、音を切ることをもっともっと、突っ込んで考えると、ですね、日本の J-POP のシンガーの方で宇多田ヒカルさんという人がいるんですけども、皆さんご存知だと思うんですけど、彼女のデビュー曲で全然もうおそらく息的には絶対に息足りなくなってないのにわざとブスってこう切ってるところがあるんですね。しかも日本語の単語の真ん中で切ってるというなんかすごい、ブレスがあるんですけど、でそのブレスのおかげで、グルーヴ感みたいなのがこう生まれたりすることもあるので、息が足りなくなったから息継ぎをするんじゃないよっていう、息継ぎをそういう風に音楽的に使うこともできるんだよっていうのもどこか頭の、片隅に、置いておくといいと思います。そしてですね、音の切り方のバリエーションも、いろいろあります。なんかこうさっきみたいにブツッと切るとかフェードアウトするとか、あとよくこうなんだろう V 系のバンドの人とかなんとかーってこうひっくり返して切ったりする人もいますよね。ああいうのも、すごくニュアンスが出て面白いと思うので、いいところに使えば必ずいい効果が生まれると思うので、そういうのにもいろいろ興味を持ってやっていけばいいと思います。はい、次は日本語の特性についてちょっとお話ししたいんですけども、先ほどもちょっと、触れましたけれども、日本語ってねですね、子音で終わる言葉っていうのはないんですよ。例えばそうですね、英語だったらなんかギター弾いてうるさい人がいたら Stop playing the guitar って言えば Stop っていう言葉は P っていう音で終わるので Stop プーって伸ばせないじゃないですか。だけど日本語だとギター弾くのをやめて、ギターも伸ばせるし弾くのも伸ばせるし、やめても伸ばせちゃうじゃないですか。英語だとストップも止まっちゃうし、プレイングも止まっちゃうし、ザも止まっちゃうし、ギターだけが伸びる感じですよね。なので、我々日本語で歌うとなると、これは伸ばすのか切るのかっていうのを自分で決めて歌わないとちょっと何でもかんでも伸ばしちゃうことになりやすいので、そこは気をつけた方がいいと思います。特にですね、今までの生徒さん学生さんでも多かったのが、ちょっとね発声練習したりすると声出るようになってもう嬉しくなっちゃって何でもかんでも伸ばして
もうの何でも伸ばす症候群と僕は心の中で呼んでいたんですけど、まあ本人には言わなかったんですけど、そういう人にならないように気をつけましょう。で、次なんですけど、同じようなことで、まあ日本語の特性なんですけど、日本語って基本的にはそんなにこうアクセントってないんですね、日本語の文章。例えば私カリフォルニアに行きますっていうのにどこか強いとこはないですけど、 I'm going to California だったら I'm going の5が強いですし、カリフォルニアの4が強いですし、勝手に英語って強いとこと弱いとこがあるじゃないですか。なので、リズミックにもなりやすいんですけど、日本語ってちょっとそういうところが、不利かもしれません。なので皆さん結構、工夫していて、例えばそうだな、私カリフォルニアに行きますとかいう歌詞の曲を作るとしたら、私カリフォルニアに行きますみたいな、こうどっか変なとこ伸ばしたりして、ちょっと英語っぽくしたりして、強弱をつけたりする場合が、よく見られると思います。よくですね、ビーズの稲葉さんとかのね、歌がなんかこうに外人が歌ってる日本語みたいだとか言ってみんな言ったりしますけど、それも多分稲葉さんなりに工夫している結果なんだと思います。で、それとまた違う話なんですけども、さっき割と最初の方で音はつなげて、声は出した方が、事故が起きにくいっていうのはやったんですけど、それと同じで、日本語をつなげちゃって英語みたいにしちゃって歌っちゃおうみたいのも一ついいと思います。ある動画で見たんですけど、なんか日本語が英語っぽく、日本人が英語を発音すると英語っぽく聞こえないっていうのはカタカナがいけないっていうのがあって、サムシングってサムシングを言うと5つに分かれちゃうじゃないですか。ところが本当は英語だとサムシングって2個しかないので、そういうふうに何かこう言葉をくっつけちゃってもいいと思うんですね。なんだろう、例えば飛行機に乗って南へ行ったようだとしたら、飛行機に乗ってとかじゃなくて、飛行機に乗ってみたいな、飛行機にのあと手ぐらいの3つぐらいに分けちゃって、それは全部つなげちゃうとか、そういうので結構、うまく歌える場合がありますので、自分で歌うときや自分の好きな、ボーカルの方がそういうふうにうまくまとめて歌ってるんじゃないかみたいのを、聞きながら、研究してそれを真似してみたりするときっといい結果が得られると思います。はい、ここからはカウントしながら声を出すというお話をしていきたいと思います。まずですね、さっきリズムトレーニングというのもしたと思うんですけども、学生さんや生徒さんで歌うときにふわりが結構いい加減で、なんかそれふわり違うんじゃないのって言うと、いやここは私ニュアンスとか感情を大事にしてるんですとか、だから自由に歌ってるんですみたいなこと言う人いるんですけど、まあそれも一理あるんですけど、やっぱりそのね、作った人のそのこのふわりがかっこいいぞと思って一生懸命考えたふわりだったりするので、まずはそこをちゃんと、きちんと把握して、そこからいろいろ次の段階に行けばいいと思います。最初から自由にやってるとね、ちょっとそれは変えちゃってるってことなので、その言葉にあまりこだわらないようにした方がいいと思います。J-POP のね、生き物係のボーカルの吉岡さんという人は自分で感情を入れないようにして歌う人が、でただ歌詞をそのままお伝えして、お客さんがそれぞれ自分の感情で汲み取ってもらうようにしてるみたいなことを言ってるっていうのも聞いたことがありますし、あとね、世の中でね、ボカロ P ってボカロが歌ってるやつ聞いてみんな感動したりすることもあるので、ボカロさんはもうもともと感情ありませんので、そういうところにあまり、こだわりすぎない方がいいと思います。でそのふわりの話と、ちょっと、似てるんですけれども、休符の部分っていうのも、先ほどリズムトレーニングやったので、もうちゃんとやってる人だったら把握できると思うんですよ。例えばタララタンタンタンとかいうふわりがあったとして、タララってそのまま、丸覚えしてもいいんですけど、1、2、タララなのでツッツッツタララってこう2個目の裏から入るんだっていうふうに、ツッツッツタララタンっていうふうに休符3つ分をツッツッツって頭の中でカウントして歌ったりすると、もっとシャキッといい場所で歌えるようになる場合が多いと思いますので、それをぜひやるようにしてください。あとですね、最後になんですが、手拍子をしながら歌うっていうやつですね。これはさっき、リズムトレーニングでもやりましたけども、8ビートだったら例えば、まあ裏でやんなくてもいいので、8ビートだったら例えば、表でも表と裏しか出てきませんから、
タララタンタンタン、1234タンタンタンみたいな感じで、こうやって手拍子しながら歌うと、歌に集中しすぎないので力まないっていう利点もありますので、ぜひそんな感じをやってみてください。16ビートはですね、さっきリズムトレーニングの時はちょっと突っ込んだ練習もしたんですけども、四分音符の裏をツッタッ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 って8ビートで練習したやつですね。これができれば、16で、取れると思いますので、ツッタンツッタンダンタガタンタランタンタンスタガスタスタダンタンラガラガラガランタンスタスタダスタスタダンタンみたいな感じで手拍子しながら歌ったりすると、リズムが強化されていくと思います。そんな感じで、カウントしながら歌うっていうことにも慣れていくといいと思います。はい、ではカウントしながら声を出すのパート2なんですけど、まあ、ちょっと音楽の上での、ああこういう感じになってんだ、面白いな、ふーんみたいな、ちょっと、知識として、面白いかなと思うことをちょっと取り上げてみたいと思います。よくですね、8分の6拍子の曲と4分の3拍子の曲何が違うんだみたいな、話になったりすることもあったりなかったりすると思うんですけども、8分の6拍子っていうのはタカタ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 っていうのがタカタ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 1212っていう大きな2拍子なんですね。ただ4分の3拍子っていうのはタカ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 っていう3つのグループで1チームっていう感じです。なのでいつものこのなんだろうな、このぐらいでやりましょうか。この練習を山田田中中田くんって人の名前でやったとしましょう。で、山田田中、山田田中が前半チームで、中田くんが後半チームと取られると、大きな山田田中中田くんという8分の6拍子だと捉えることができます。ちょっとこんぐらいの方が分かりやすいかもしれないですね。山田田中中田くんみたいな感じです。タラタタラタタラタタンみたいな感じで1と2で捉えてみてください。それに対して4分の3拍子というのはどういうものだというかというと、イデオのサノウのヤノ、ヤノウノと言おうとしたのに反対に言いましたね。イデオのサノウのヤノ、タカ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 っていう感じなんです。タカ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 です。なんとなく違い分かりました。だから同じ音程で同じ速さでもアクセントがある位置が違うだけなんです。山田田中中田くんは山田田中中田くんって2箇所だったのが、イデオのサノウのヤノーってやつと1、2、3、2、2、3のうちの1が強くて2、3がそんなに強くないっていう4分の3拍子になっていたりします。でこの考えから、ちょっと、シンコペーションっていうものを考えたりしたいんですけど、シンコペーションって言葉は聞いたことあると思うんですけど、本当は山田田中中田くんっていうザカザザカザザカザザンということをタラタタカタタカタタの上で、例えばイデオのサノウのヤノみたいにやったりすると、今歌ってるのは4分の3拍子だけど手は8分の6拍子じゃないですか。逆に8分の4分の3拍子でタカ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 タタンっていうのを、やりながら山田田中中田くんってやったりすると、今度は手が、4分の3拍子なのに、歌は8分の6拍子っていうふうに、まあこういうのをポリリズムって言ったりする人もいますけど、こういうふうにねアクセントがずれていく感じがすると思うんですね。なんか そんなことをちょっと、気にしながら、これから自分の好きな歌なんかも、ここはもしかしてわざと弱いところを強く歌ってシンコペーションみたいにしてるんじゃないかとか、そういうのを、気にしながら歌うようにすると、もっとより立体的な歌が歌えるのではないかと思いますので、いろいろ試してみてください。はい、皆さんいろいろね、息のこととかリズムのこととかいろいろやってみましたけど、どうだったでしょうか。まあね、正直ね、全部、触れてみて、結局リラックスして喉の奥開けて
声出せばいいんだなと思った皆さん、それでいいと思います。その感じで、どんどんやっていけば必ず良くなりますし、結構ね皆さんこの声を良くするっていうのに何をやったらいいかわからないという人多いと思うんですけど、意外にやれることってあるんだなっていうことに気づいたと思います。今回ご紹介したいろんなものの中から自分でアレンジして自分なりの、練習法をね作り出して練習していったりしたらどんどん、広がると思いますので、皆さんがどんどんそういう中から音楽を楽しいなと思っていただけると、僕も本当に嬉しいです。ありがとうございました。